こんにちは、ちゃんまです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、前半はですね、午前中の動きをちょっと撮影してきたんですけれども、整形外科に行ってきましたね。とにかく去年の秋ぐらいからお尻が痛くて、このお尻とこの、左の股関節のこう付け根ぐらいがもう正直もう歩くのも痛いみたいな状況で、まあ、だましだましやってたんですけれども、さすがにちょっともうね、ウォーキングとかもできなくなってたし、まあほっといてこのまま動かないとちょっとまずいなと思って、ちょっとね、家から離れたところの、まあ十何年前からね行ってる整形外科に行ってきたんですね。でそこでレントゲンを取ってきまして、それで腰に何本結構こう3箇所か4箇所ぐらいに注射を打ってきたんですけども、もう本当に痛くて、私注射全然平気だし、怖いとも思わないし、もうあんまりこう痛みに弱い方でもないっていうか、もうむしろ強い方なんですね。全然平気なんですけど、もうとにかく痛くて、でうつ伏せにベッドに横になってたんですけども、痛い痛いって言っちゃったんですよ。本当に自分でもびっくりするぐらい言ってしまって、まあすぐにはねそんなに聞いてる感じはなかったんですけども、帰りまあ見ていただいた通り、パン屋さんに行ったりイオンに行ったりしてる間に、まあなんかそんなにこう歩くのしんどくないなと思いながら歩いていて、で家に帰ってきて、あれと思って、なんかいつもこう立ち上がりとか結構一回座って立ち上がった時とか痛いってなるんですけど、それがまずなってないから、まあ注射効いたのかなと思って、でとりあえず座骨の方にはね神経だから打てないから腰の方に打って、その座骨の方にも効くと思うんですよね、うん、で痛み止めとかもらってきて、で湿布をもらってきたんで、ちょっとしばらく続けてみようかなと思って、で去年は、1回ぎっくりやってるし、ここそうですし、コロナ禍になってこの間に結構その腰痛始まっちゃって、で腰痛から今度こっちの座骨に行ったわけなんですよね。痛いところだと動きたくないじゃないですか。で動きたくないと食べちゃうじゃないですかやることないから、で食べちゃうと太るじゃないですか。だからもう悪循環と思って、もう本当に今日平日お休みもらって、もう重い腰を上げてね車で行ってきたんですよ。はい、それで今からですね、先ほどおひな様のこのお菓子を買ってきたんですけども、今からおひな様を出していきたいと思います。はいはい、それではちょっと開けていきます。で、なんでこれに入っているかというと、去年ですね、修理に出して戻ってきて、で、そのまんま、数ヶ月このまんま、置いてきました。はい。と、これはね、娘が生まれた時に、私の両親が買ってくれた、決め込み人形、マタロウさんっていう作家さんの、
決め込み人形なんですね。母が選んでくれたんですけども、ずっと綺麗に保ってたんですけども、もうすぐ12年ですね、震災後。12年前の東日本大震災の時に、3月11日だったんですけども、私当時3月3日がおひな様で、次の日片付けないでですね、その日に片付けないで11日まで出しちゃってたんですよ。高いところにこう置いてたもんでね、このぐらいのところに置いたもんで、地震の時に落下しちゃってて、で家に帰ったらもう全部、もう冷蔵庫以外全部倒れてて、もうテレビも倒れてて、もうとにかく立ってるのは冷蔵庫ぐらいのぐっちゃぐちゃの状況だったんですよ。でその時にもうおひな様も下に落ちてて、でももうすぐにもう片付けてっていう、そういうなんていうだろう、余裕もなくて、とりあえず家に見に行って、でその時にチャビーっていうビーグルの女の子がいたんで、その子を連れて、それでとりあえず鍵も閉まらなかったので、ドアももう開けっぱなしで、そのまんまもう避難所に行くっていう感じだったんですけども、でずっとそうやって放置したじゃないですか、本当かわいそうなことに。そしてちょっと落ち着いてから、そうですね、もう本当に何日後かもう忘れたんですけども、ちょっと家の様子見に行こうって見に行ったら、もうやっぱり指も折れてたり、あともう髪がぐちゃぐちゃになったりとか、おひなさんも。だからなんかもうそれを見るたびに、なんか震災を思い出すし、なんかもうこう楽しいものっていう感じじゃなくなったんですよね、おひなさまを飾るときに。なんかこう胸が痛むっていうか、ああなんか子供たちが小さいときにこういう地震があって、でもそのなんか情景が浮かんでしまったか。なのでもう、こうもうそれもまた私後回しにするんですけども、去年やっとその修理に出したわけですね。そしたらなんかすごい綺麗になってきて、今年はそれを飾ろう、綺麗になったのを飾ろうかなと思っておりました。はい。